文化祭の思い出は、高2の時にお化け屋敷やったんですけど、ドラキュラのマントかなんかがあって、その表側に血のりがついてたんですけど、 PDR さんは暗くて分かんなかったんで、ずっとそれを逆に着てたんで、シャツが全部真っ赤になりました。最近のマベツブの調子はどう？こんな感じです。はい、今レベル79で持ってるツムがこれですね。ちなみに課金は1回だけ800円とかしました。 Black Flag にドハマりしたんですけど、おすすめのアルバムは何ですか？ PDR さんの一番好きなアルバムは My War なんですけど、 Black Flag は結構最後らへん実験的になっていくんで、順番に聞いていくことをおすすめします。 PDR さんの質問コーナーの声はどうやってますか？まず大きく息を吸って腹から出します。PDR さんの質問コーナー。最近おすすめの YouTuber いますか？いない。おすすめのアルバムまとめて教えてほしいです。最近聴いてんのは Radiohead、Turnover、Blood Orange、Fight Star、Death Grips、Eastern Youth、Chance the Rapper、Voice、Mac DeMarco です。見た感じアメコミばっかだけど、日本の漫画ってあるの？あるよ。まあそんなにないけど、牛島くんはいつも買ってるし、恨みは本邦はいつも買ってて、友達に勧められてまだ読んでないですけど、くまみこを買いました。そしてハンターハンターは31巻から読んでなかったんで、31、32、33を買いました。ちなみに皆さんおすすめの漫画ありましたらぜひ教えてください。好きなポーズベスト3。最近見た映画で良かった映画はデッドプールですね。試写会で1回見て、もう一回友達と見に行きました。セイキンさんの動画ってなんでキッズ向けなの？日本で YouTube を見てる一番大きい年齢層がキッズだから。学校の先生が大嫌いです。学校なんて長い人生の中でほんの一部だから我慢でござる。ドナルド・トランプをバンドエイジ。バンドエイジはうざいですけど、そのうざさは日本にこうとどまってるだけであって、ドナルド・トランプのうざさはこう世界中に回ってて、しかももしかしたら大統領になるかもしれないので、アメリカ頼むから、頼むからドナルドはやめて。もし彼が大統領になったら、アメリカだけじゃなくて世界が終わるんじゃないのかってちょっと心配してます。動画終わらせてください。ますます世間をお騒がせ。